皆様ごきげんよう、ここ大野でございます。はい、ホットウィールちゃんもやってくれました。はい、ベーシックでですね、顔ありケツあり感じのね、ポルシェ大好き大野にとってはね、いい感じに仕上がってますよ。こちらね、後ろの感じもいいです。ビッグバンパーにね、なる前の911の、フォルムですね。いい感じです。これはもうゲットしますよ、必ず。はい、でこちらがね、同じ時代の911の、レーシングカー仕様なんですよね、レース仕様。はい、でね、こちらもね、いい感じに仕上がってるんです。ただね、面くり玉がないように見えるんだけど、まあこれぐらいはね、すぐシルバーで塗ればいいからね、いいんですよ。で後ろがかっこよく仕上がってます。でただね、レースなの、レース用なのになぜかウィングがないっていうね、ハテナマークがちょっとついちゃうんですけどね。はい、そんな感じですね。で、こちらがね、ゴールドですごいね、かっこいいね。かっこいいでしょこれ。なんかね、ポルシェもそうですけど、これもね、昔のね金型を使って、まあね、ペイントっていうかね、担保をしっかり作ってくれて、まあ、安くしてくれてるのかなっていう大野の考察でございます。ということで皆様、ぜひゲットしてください。で、メーカーの回し物でも何でもないですけれども、それでは皆様ごきげんよう。ここ大野チャンネル。